増田先生、よろしくお願いします。はい。さて、米中の軍事的摩擦がエスカレートしております。先生、これからこの関係どうなっていくんでしょうか。よろしくお願いいたします。そうですね、まあ、このところ毎日のようにこのアメリカと中国との関係、いろいろな対立がですね、エスカレートしているニュース、これが絶えないわけですが、まあ、最近このアメリカと中国の対立の中で、注目すべきことが2つありましたね。一つは、9月の16日だったと思いますが、俗に言うオーカスっていうんですが、AUKUS と、まあ、頭文字を取ってオーカスというんですが、 A というのはオーストラリア、 UK というのはイギリスのことですね。それから US というのはユナイテッドステイツのアメリカということで、オーストラリアと英国とアメリカ、この3カ国のですね、いわば新たな軍事同盟というのが結ばれました。これはあくまでもですね、中国に対峙するため、中国を敵とみなしたですね、3カ国の軍事同盟、これがですね、9月確か15日ですね、に結ばれたわけです。これは一つの大きな動きですね。もちろんその前からですね、日本とアメリカとの、まあ、軍事同盟といいましょうか、同盟関係、これをですね強化するということはバイデン大統領が誕生してから、その後、菅総理が訪米して、これが確か4月だったんですが、その後ですね、まあ、2プラス2というんですが、それ両国の防衛担当大臣と、それから外務担当の大臣、まあ、日本で言えば外務大臣と防衛長官ということになりますが、そしてアメリカのですね、国防長官と、国務長官、まあ、アメリカで国務長官、ステートミニスターというのは日本の外務大臣と同じですが、この外務防衛のですね、責任者、これがですね、この定期的に会って、このそれぞれの目的に向かってですね、軍事力を強化するということ、まあ、これもこの日本とアメリカとの間の2プラス2というのがあるわけですね。さらに日本はですね、それ以前からクワッドっていうのがありまして、これはアメリカとですね、アメリカ、日本、オーストラリア、インド、この4カ国ですね、この4カ国の一種の軍事同盟なんですよ。これもまた中国に対する軍事同盟で、このクワッドとそれから、オーカスでもってですね、中国を包囲するという一種の軍事的包囲網ですね、これがですね、まあ、できたと、そしてこれが動き出したということがですね、米中関係の軍事的対立の中にあってですね、大きな出来事、大きな動きだということが言えると思いますね。まあ、今中国に対する軍事包囲網という言い方をしましたけども、まあ、それで思い出されるのが ABCD 包囲網というのがありましてね、これは、まあ第二次大戦のこの始まる、まあ、日本が真珠湾攻撃をして、アメリカとの戦争が始まったわけですが、その前にですね、日本包囲網というのがあったわけです。これが ABCD 包囲網というの、まあ A、まあ、言うまでもなく ABCD、 A はアメリカで、 B はブリティッシュ、イギリスで、 C はチャイナで、D はダッチ、オランダなんですね。この同盟ができまして、
日本に対してですね、包囲網ができまして、そしてそれぞれの国、軍事同盟を結んだ国が中心になって、日本に対する輸出禁止ですね、ロサンゼルス、当時はロサンゼルスから、日本に原油がどんどんと輸出されてまして、日本の原油輸入の8割ぐらい占めていたわけですが、これはもうストップということで、オランダからも来てたんですが、これもストップということでですね、日本はまずはエネルギーを、日本のが使うエネルギーをまずシャットダウンすると。その目的はこの日本の軍事力を落とすという目的があるわけですね。そして日本が進出している中国から日本軍は全部撤退しろと、こういう要求を突きつけてですね、そしてこの ABCD で日本を包囲して、そして日本へのエネルギー、原油、それから製造業に必要な、あるいは兵器を作るために必要な原材料ですね、鉄鋼とかアルミニウムとか、こういったものをですね、全部シャットダウンするとこういうことがあったわけですね。そして結果から言うとですね、日本は9層猫を噛むというところに追い込まれまして、真珠湾攻撃というふうになるわけですが、思い出されるのはその ABCD で、今アメリカが主導でですね、中国に対してやってる戦略というのはまさに ABCD と同じで、中国包囲網なんです。ですからハウエイをはじめですね、これからの国際経済でですね、重要な位置を占める、そういった情報関係テクノロジー、俗にはですね、5世代の情報革命と言われるですね、 5G と言われるんですが、そういった技術を持っているハーウェイをですね、陥れるというようなですね、アメリカは戦略に出てるわけですね。ですからこの諸々のことを考えると、9層猫を噛むというところに中国を追い込もうというアメリカの戦略、つまりかつての日本にやったと同じようなですね、戦略をこの展開しているのではないかということが言えますね。そしてそれだけではなくてですね、一つの中国という一つの原則というのがあって、アメリカもそれを認めですね、世界、日本をはじめ世界の先進国全部ですね、一つの中国という原則を認めてるんですが、最近はアメリカの方からこれを破ってですね、このアメリカ、台湾にですね、アメリカの高官、大臣クラスですね、これをどんどん派遣するということをやったりですね、今までこの外交関係が持てないわけですね。一つの中国ですから、台湾は国連にも入ってませんし、中国の一部だという概念がありますから、台湾にはですね、いろんな国の大使館がないわけですね。また台湾もいろんな国に大使館を持つことはできない。で、苦肉の策でですね、台北、経済文化代表所なんていう名前でですね、経済関係では独立国のような扱いを受けるというのが現状なんですね。ところがですね、このところへ来てアメリカが後押しで、台湾を国連に加盟誘うという動きがですね、顕著になってきたわけですね。アメリカが動き、そしてヨーロッパもその方向に今動いているわけです。そうするとですね、これ中国のレッドラインというのがありまして、中国は台湾を軍事統一はしないと。しかしながら台湾が独立をするということになったら、これはレッドラインで、独立ということになったらですね、軍事行動は辞さないと、こう言ってるわけですから、アメリカはですね、今中国に、台湾に対して軍事行動を取るようにですね、台湾を国連に加盟させるという動きを取って、中国を軍事行動を取るべくですね、けしかけているというのが今の現状なんですね。歴史はいつまで経っても変わらない。日本の ABCD 包囲網で日本を真珠湾攻撃に追い込む、そして今中国のレッドライン、台湾の独立ということを支援してですね、中国に対して台湾に武力行使をするようにけしかけているという、
まあ、これが今日の現状だと、米中関係対立の現状だというふうに見ております。はい、松田先生どうもありがとうございました。はい。